父と子と聖霊の皆によって、アーメン。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが皆さんと共に、またあなたと共に、皆さん聖なる作業を行う前に、私たちの罪を認め、許しを願いますよ。全能の神と、兄弟姉妹の皆さんに告白します。私は思い、言葉、行い、怠りによって、たびたび罪を犯しました。聖母マリア、すべての天使と聖人、そして兄弟姉妹の皆さん、罪深い私のために神に祈ってください。全能の神、慈しみ深い父が、私たちの罪を許し、永遠の命に導いてくださいますように。アーメン。祈りますよ。聖なる父よ、あなたは倒れていた世界をキリストの死によって新しい命に立ち直らせてくださいました。聖霊による一のうちにあなたと共に神であり、唯有とこしえに息を収められる御子、私たちの主イエス・キリストによって。アーメン。第一朗読、ゼカリアの預言。主は言われる。娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。
彼は神に従い勝利を与えられたもの。高ぶることなくロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って。私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの弓は立たれ、諸国の民に平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶ。神の御言葉、神に感謝。Dai ni ro doku, sto paoro no ro ma no kyokai no tegami. Minasan. Kami no rei ga anata gata no uchi ni yadotte iru kagiri, anata gata wa niku dewa naku rei no shihai ka ni imasu. Kiristo no rei o motanai mono wa Kiristo ni zokushite imasen. Moshi Iesu o shisha no naka kara fukkatsu saseta gata no rei ga あなた方のうちに宿っているなら、キリストを死者の中から復活させた方は、あなた方のうちに宿っているその霊によって、あなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。それで兄弟たち、私たちには一つの義務がありますが、それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。肉に従って生きるなら、あなた方は死にます。しかし、霊によって体の仕業を断つならば、あなた方は生きます。神の御言葉、神に感謝。
天と地の主にある父は称えられますように。あなたは神の国のことを小さい人々に表してくださった。またいによる福音。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ。これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父の他に子を知る者はなく、子と子が示そうと思う者の他には、父を知る者はいません。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私のくびきを追い私に学びなさい。そうすればあなた方は安らぎを得られる。私のくびきは追いやすく、私の荷は軽いからである。主の御言葉。キリストに賛美。今日の年間第14主日永年のテーマは、高ぶることのない謙遜なメシアです。預言者が伝えた王としての救い主キリストは、真の平和をもたらす方です。軍馬の力ではなく、柔和なへりくだる心である平和。リストがもたらしてくださるこの平和は、自分の力を誇らず、死の霊に生きるときに体験できるものです。私たちがクリストと共に日々を生きるときに与えられる安らぎは、聖霊の力によるものであり、私たちはクリスト者の真の力です。疲れた者、重荷を負う者は、誰でも私のもとに来なさい、とのイエスの招きは、この言葉を聞く人に、どのように響くのでしょうか。このイエス様の招きをされる方に、私たちの主に気がかり、心配など注ぎ出す祈りをしてはいかがでしょうか。その時、自らのうちに体験する平和、安らぎ広がる空間こそ、聖霊が与えてくださる賜物です。この謙遜謙虚という私たちのこの日曜日のテーマになった、イエス様の理想的なメシアであることは、例えられるというものは、次の動画を見るとわかります。この動画を見ると、私たち一人一人、その謙遜と謙虚を考えさせられるということもあります。土地という言葉は、フムス、また英語で、humility、謙遜という意味で、その謙遜は、へりくだる、その自分の体も与えて、他人のために
skutamini punukaradamu skate iruake des. Kono humus humility kensong kenkyo no tema tonatta koto kono doga toste kameru koto ga dekimasu yoni. Seri no mitsubiki toterasu yo inori motomimasu yo. Amin. Sinju Tenzi no Sozo shu Zenno no tsitsi deru kami o sinjimasu. Tsitsi no itori go watashi tachi no shu Yesus Kristo o sinjimasu. Shu wa seiri ni yotte yadori otome Maria kara umare. Pontio Pilato no moto de kurusimi o uke. Chūjika ni tsukerarete si ni homurare. Yomi ni kudari mikame ni Sisya no uchi kara fukatsu si, taini no bote zenno no tsitsi deru kami no migi no zanitsuki, seisya to sisya o sabaku tame ni kurarimasu. Seire o sinji, seinaru fuheng no kiyokai, seito no majiwari tsumi no yurusi, karada no fukatsu eie no inochi o sinjimasu. Amen. Kyodo kigan. Onko no mikokoro o simeste kudasata, Kristo ni sinrai ste inorimasu yo. Kristo no yasashi sa ni hureta watashi tachi ga tagai ni heri kudari tomo ni kami ni mukatte takame au kanke yo kizuku koto ga dekimasu yoni. Kami wa watashi tachi yo tsukara zuke heiwa de mitashite kudasaru. Itori itori ga doryoku shite eta minori ni mo
恵みの働きがあることを思い、神への感謝と信頼の心を持って、それを生かすことができますように。神は私たちを力づけ、平和で満たしてください。本命し、対立の絶えない国や地域で、困難の中にも懸命に生きる人々をお守りください。平和のうちに穏やかに暮らせる日が訪れますように。神は私たちを力づけ、平和で満たしてくださる。自分の願いを注目しながら伝えましょう。神は私たちを力づけ、平和で満たしてくださる。天地の主である父よ、一人子世に与えてくださったあなたの愛に感謝して祈ります。キリストが示されたへりくだりと柔和な心に倣って、あなたの御前に近づくことができますように、私たちの主イエスキリストによって、アーメン。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備えるパンはあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの命の糧となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。神よ、あなたは万物の作り主。ここに備える不動詞はあなたからいただいたもの。大地の恵み、労働の実り、私たちの救いの杯となるものです。神よ、あなたは万物の作り主。皆さん共に捧げるこの生贄を、全能の父である神が受け入れてくださるよう祈りますよ。神の栄光と賛美のため、また私たちと全教会のためにあなたを手を落としてお捧げする生贄を神が受け入れてくださいますように。万物を治められる神よ、この捧げ物によって私たちを清めてください。日々、キリストの姿に近づくことができますように、私たちの主、イエス・キリストによって、アーメン。主は皆さんと共に、またあなたと共に、心込めて神を仰ぎ、賛美と感謝を捧げましょう。それは尊い大切な務めです。聖なる父よ、全能永遠の神、主キリストによっていつもあなたを讃えます。あなたはすべての人を救うために、御子をこの世にお使わしになり、人となられた御子は、その生と死を通して私たちに命をもたらし、死の淵に沈んでいた人類を解放してくださいました。御前であなたを礼拝する天使と共に、救いの恵みを称え、私たちも感謝の賛歌を捧げます。に聖なる神、すべての聖聖の源である父よ。今、聖霊を注ぎ、この供え物としてください。私たちのために、主イエス・キリストの本体と恩賜になりますように。主イエスは進んで受難に向かう前に、パンを取り、感謝を捧げ、裂いて、弟子に与えて、仰せになりました。皆、これを取って食べなさい。
これはあなた方のために渡される私の体である。食事の後に同じように杯を取り、感謝を捧げ弟子に与えて仰せになりました。みなこれを受けて飲みなさい。これは私の血の杯。あなた方と多くの人のために流されて、罪の許しとなる新しい永遠の契約の血である。これを私の記念として行いなさい。信仰の神秘、主よあなたの死を告げ知らせ、かつを褒めたたえます。再び来られる時まで。聖なる父よ、私たちは今、主イエスの死と復活の記念を行い、御前にあなたに奉仕できることを感謝し、命のパンと救いの杯を捧げます。キリストの御体と御血に共に預かる私たちが、聖霊によって一つに結ばれますように、世界に広がるあなたの教会を思い起こす、清子、フランシスコ、私たちの死期を、トマサクイナスマイダマンヨと、ウサスキを、パウロサカエトシヒロ、すべての奉仕者と共に、あなたの民を誠の愛で満たしてください。また、復活の希望を持って眠りについた私たちの兄弟、姉妹と、あなたの慈しみのうちに、亡くなったすべての人を心に留め、あなたの光の中に受け入れてください。今ここに集う私たちを憐れみ、の母乙女マリアと聖ヨセフ、人とすべての時代の聖人と共に永遠の命に預からせてください。御子イエスキリストを通してあなたを褒めたたえることができますように。キリストによってキリストと共にキリストのうちに、聖霊の交わりの中で、全能の神、父であるあなたに、すべての生まれと栄光は、悠々に至るまで。アーメン。主の死を守り、御言葉に従い、慎んで主の祈りを唱えますよ。慈しみ深い父よ、すべての悪から私たちを救い、世界に平和をお与えください。あなたの憐れみに支えられて、罪から解放され、すべての困難に打ち勝つことができますように、私たちの希望を救い主、イエス・キリストが来られるのを待ち望んでいます。国と力と栄光は永遠にあなたのもの。主イエス・キリスト、あなたは人に仰せになりました。私は平和を残す。私の平和をあなた方に与える。主よ、私たちの罪ではなく、教会の信仰を顧み、お言葉の通り、教会に平和と一致をお与えください。あなたは誠の命すべてを導かれる神、悠々とこしえに。アーメン。主の平和がいつも皆さんと共に、またあなたと共に、互いに平和の挨拶を交わしましょう。主の平和。Amen.
命みを取り除く神の子羊、神の子羊の食卓に招かれた人は幸い。主よ、私はあなたをお迎えするに、ふさわしいものではありません。お言葉をいただくだけで救われます。祈りますよ。栄光の神よ、主の晩餐で養われた私たちが救いの恵みに預かり、あなたを絶えず賛美することができますように、私たちの主イエス・キリストによって、アーメン。皆さん一人一人この御座に共に祈ってくださって、心よりありがとうございます。主は皆さんと共に、またあなたと共に、全能の神、父と子と聖霊の祝福が皆さんの上に豊かにありますように。アーメン。感謝の作業終わります。行きますよ、主の日はのうちに。神に感謝。
Ay, ya, ay, ya, ay.